お待たせしました。な、まさか奇跡の世代全員集合？マジかよ、やっべ。うわ、声帰りてぇ。携帯うっせぇよ、奇跡。明石か。これはファンの女の子からのメールっす。死ねえ。うん、あれミドジン、そのハサミ貸してよ。断るのだよ。ああ、黒チン持ってる？持ってないです。普通に話してるけど、なんか空気重っ。つーか、呼び出した本人がラストってどんなんすか。いちいち目くじらを立てるな。あいつはそういうやつなのだよ。ったく。すまない、待たせたね。明石君。あれが奇跡の世代のキャプテン。大輝、亮太、慎太郎、淳、そして哲也。また会えて嬉しいよ。こうやって全員揃うことができたのは実に感慨深いね。ただ場違いな人が混じってるね。今僕が話したいのはかつての仲間だけだ。悪いが君は帰ってもらっていいかな。いや、そうしたいのは山々なんですけど。うっ、なんだこれ、足すくんで動けねえ。フリアーテ君。なんだよ、釣れねえな。仲間外れにすんなよ。鏡。ただいま、話は後で。とりあえずあんたが明石か。会えて嬉しいぜ。慎太郎、ちょっとそのハサミ借りてもいいかな。何に使うのだよ。髪がちょっと鬱陶しくてね、少し切りたいと思っていたんだ。まあその前に、鏡くんだよね。鏡くん、ちょ、嘘だろ。今本気だった？何考えてんだよ。鏡がもし避けられなかったら。へえ、よく避けたね。今の身のこなしに免じて今回だけは許すよ。ただし次はない。僕が帰れと言ったら帰れ。この世は勝利が全てだ。勝者は全てが肯定され、敗者は全て否定される。僕は今まであらゆることで負けたことがないし、この先もない。全てに勝つ僕は全て正しい。僕に逆らう奴は親でも許さない。じゃあ行くよ。今日のところは挨拶だけだ。はあ、ふざけんなよ、明石。それだけのためにわざわざ呼んだのか。いや、本当は確認するつもりだったけど、みんなの顔を見て必要ないと分かった。全員あの時の誓いは忘れてないようだからな。ならばいい、次は戦う時に会おう。